ならずです。私たちアーティスト集団じゃないですか。はい。皆さん好きなものありますか？あります。これだけは負けないっていうもの。あるこれだけは負けない。あるこわす、あるこわす。僕だったらラップやってるんで、まあラップとか、うん、この間インクイズやったけど、まあインだったら、まあ結構負けない。その辺の人には負けないですね。何かありますか？そうごわすね。僕は映画が好きだから、あ映画とか、まあドラムに関しては負けちゃうとこあるかもしれないですけど、まあでも映画とか漫画とかは好きなんで、それです、ごわすかね。私は男のグミが世界一大好きなんですけど、そんなことある？その気持ちを伝えることが結構大事だと思うんですね。好きなことを人に伝えるっていう。はい。ってことで、今回その企画をやっていきたいと思います。はい。男のグミ CM 選手権うざいよ。ということで、誰が一番男のグミの魅力を伝えられるか、はい、勝負しましょう。そうですね、はい、でどういう風にやるかっていう CM なので、まあ、15秒ぐらい、うん、まず映像を撮って、その後に最後みんな一人一言ずつ思うのを撮って、それをまず持って帰って自分で編集もして魅力を伝えられるように、あ、まあ、基本素材はみんな同じで、そう、編集によってどんだけ良さが伝えられるか、 その違いを競うみたいな、はい、編集対決みたいな感じに壊すね。そうです。ちなみに男の恵みどのぐらい好きなの？1日3袋ぐらいあります。死よ。本当にでしょ。これ以上食べてる人いたらマジ DM でさ、ノーベルさんからお金もらえたよ。そう、プロモーションでいつか売れたらノーベルさんそうだね。 CM 起用してほしい、これを機に。私の CM を見て、はい、僕も男の恵み役やるんでよろしくお願いします。やっていきますか。はい、はいはい、どうぞ。まだパカっていうシーンもしかない、その誰か開けてるし、うん、とりあえずこれでちょっと一回撮って、また開けて撮る、うん、これさ、下に舐めるような感じで舐めるような感じ落とすわ、これ上から。じゃあ、この辺取ってて、千代さん、ちょっとこっちやってもらっていいですか。千代さんが先落としてあとなんか何粒かパパパラッと落として食べられるそう思ってきた。やだ。ダメ、食べるから、絶対いいよ。やばい。全然美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。じゃあ撮り終わったということで、各々編集していきましょう。はい、ということで CM を各々作ってきました。イエーイ。後ろにいる2人に各々5点ずつで10点満点中何点かを決めてもらいます。はい。まだみんな見てないからね。いや、見てない、他の人のやつも楽しみ。誰にも見せてない。うん、親にも見せてないし。そうよ、俺も親にも。私ももう決めたので、はい、1番と2番と3番と、はい、で、見ていきたいと思います。はい、よし。ちょっと待って、点数の付け方のを聞きたい。あ、何点満点とか。5点ってさっき言ったさっき。やろうぜ。例えば CM の会議だとして、どの CM を使うかっていう基準でいく。なるほどね。はい、じゃ あの早速トップバッターの僕から発表していきたいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。おう先輩、この名前ジェンダー問題もありますし変えた方がいいんじゃないですかね。何めめしいこと言ってんだよ。楽しみにしてくれてる人がいるのに男梅がビビってどうする。男梅さん出番です。じゃあ行ってくる。できる男を持ってる男梅。点数をお願いします。まあ一発目ですからね。ちなみにどんぐらいかかった時間。うん、30分ぐらいかな。早っ。すごい。まあ、そういうので行こうって決めてたの。いや、やろうと思って、あのをマイキーに転じしたいなと思って。ファイチャードームだ。そうファイチャードームで、はい、やりました。小林くんお願いします。はい、4点です。おー、高いねー。1個目で。じゃあ、先生くん、はい、4点です。おー、高い。8点だよ。そう、いやいやいや8点なんかね、いや、なんか
優勝でいいんじゃないかなと思って。わかるよ。わかる。だから一発目かと思って、そう。五はちょっと怖いから四でしょ。そう。もうかなり分かりやすい。マジか。だいぶすごいな。すごいすごい。でも上手かったよね。簡潔ですごく分かりやすい。まあそうだね。うん、確かに CM としてめっちゃ分かりやすい。そう。うわ嬉しい。うわ。多分テンポもめちゃくちゃ良いし、うん、結構。なんか難しそうなんだけど設定がね、結構スッとこの15秒入ってくる話だなと思って、うん、でちゃんと面白さもあり、うん、そうなんかテンポの良さとそのちゃんと話が入ってくるってところが良かった、ゲームとして良かったと思います。5点満点しかつけられないところがね、うん、辛いぐらいでしたね。うわー、すごいメタボメじゃん。すごいね。ちょっと不安になってきたな。やばいやばい。ということで次は僕の成田の作品です。はい、何度何度何度倒れても立ち上がる。男も女もうめえグミ。男うめ。あーなるほど。だからあんな倒したかった。そういうことか。もう時間の限り足しまくった。太鼓の音とか最後の音跳ねとかタイミングも結構あるめちゃくちゃ危ない。 C と言うても順位よくない。 C と言ってても原点ですよこれは。原点ですよ。 OK OK です。マジじゃあ怖い。だから絶対優勝する気でやってきた。何度倒れても立ち上がる。何度倒れても立ち上がる。あ、男っぽいね。あ、なるほどね。全然問題は配慮しないから。ちょっと待ってよ。でもだからこそ男も女もうめい組で回収した。あ、最後ね。はい、まあ、はい、じゃあ、はい、おまけからいきますか。おまけから。はい、お願いします。どうぞ。3点です。じゃあ聖太郎くんどうぞ。はい、4点です。うわー、クマ7点ですね。あらま。いやー、いや、めっちゃ良かった。天一緒だもんね、うん、そう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 、そめっちゃ良かった。そう、太鼓の音とかね、うん、そう、細部にこだわってるところがすごくいいなとは思いましたね、うん、あ、3点を聞きましょうか。いやー、マジか。迷いましたけど、僕は4点にしました。やりたいことはすごい、分かるし、うん、おもろいってなった、うん、で、やっぱり僕はもう、じゃあ本当に4なんだけど、4したいんだけど、基準4にしてしまったし、こっから続くなと思って、ちょっと、なんか、どっちかでちゃんと比べようと思ってたから、トーマと比べて、トーマの方が好きだったな、で、3って感じ。あー、すごい。なるほど。まあ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 、なるほど。ということで、3つ目は私の作品です。どうぞ。決勝にかけた心に染める運命。テレビで出てきたら本当にびっくりしちゃった。これ待ってまして、うそいこと。これランジャタイだな、完全に。ランジャタイと言われるな、これは。審査員悩むやつ。いや、でも一発とかすごい。いや、すごい。でしょ、なんか、無難じゃないもん。あとなんか、すごい。あとエネルギーたまげすぎるな。本当の安さいる。あの、安ポンとかね、いいよ。ダークウェブかな。あ、いいですね。多分自信があるのがいいと思う。しょうもないまとめ方。いや、これね、でも化ける可能性全然ある。ゴーゴー出る可能性ある。いや、あるんだよな。全然あるんだよ。だって私大好きだもん、ゴーゴー出る。じゃあ、いいですか。はい、お願いします。じゃあ、小町くんからどうぞ。5点です。うっそだ、ふざけ。大好きだもん。マジか。まあいいや、じゃあ次、聖太郎くんどうぞ。2点です。あ、まさかのね、そういうタイプだ。同点やね。うわ、同点。そこで分かれるんだ。セト君から行こうか。笑ってたやん。ちょっと、分かりづらい。絵としてはめちゃくちゃ面白い。動画としては面白いけど、なんか特別賞みたいなのあったね、ちゃんと。
じゃあ5点を出した強すぎでも5点ですか。めちゃくちゃだから1点と5点から悩んだんだけど、あでもそれも分かるんですよ。なるほどね。もう振り切ってんなと思って、めちゃくちゃインパクトがあると思うんですけど、CM ってね、結局短い間にどれだけ印象残せるかっていうところが、そうだね、っていう基準、それを信じて5位にした。なるほどね。まあ基準そこにしたらそうだね、確実に。はい、忘れれない。もう 残っちゃうのね。ああ、そうやった。もう一回見たいの。そうそう、もう一回見たい。ちょっと見たい。あれはいい。そうさせたら勝ちだから。僕の CM、どうぞ。男梅梅梅のグミ、一度食べたら止まらない。男も女も関係あらへん、ハードな噛み応え。みんな食べてね、男梅ショーベル。いいね。はい、これは男梅朝の半の本当に戦隊ものとかの並びで流れてる CM っぽい。めっちゃ見たことある感じ。家でさ、一人でさ、男梅梅違うな、男梅違うなみたいになってくる。俺もしかも 鼻声だしね。俺も家で何度も違うな、何度も何度もね、何度でも、はい、いいですか。早い、早いね。怖いな。じゃあ行きます。じゃあ小町くんからどうぞ。3点です。うわー、ちょっと怖いな。じゃあ、聖太郎くん、どうぞ。聖太郎くん、どうぞ。5点です。うおー、ってってことは、優勝は白井くんと翔也さん。イエーイ。あ、マジ、あ、はい、嬉しい。自信ない組2人が優勝した。やっぱ動画作ってますからね、僕は。作ってます。ありますね。悔しいな。ルッチに引っ張られちゃったんだけど引っ張られちゃったんだけど、そう、ちょっとね、もうあそこが残って、ショーベルもおもろかったんだけど、もう多分あんまり見れてなかったです。すいません。あ、これはだから順番違った、順番の量が。確かに、順番の量が。で、そうで、まあちゃんと、じゃあ何点だろうってなった時に、まあ、僕的にはまだトーマの方がいいなと思ったから、あ、なるほどね。です。じゃあ聖太郎くん。いや、メロディーがちょっとキャッチーだったから分かりやすいなと思ったんで、そう、ショーベルまで面白い。その17秒をしっかり、15秒か17秒ぐらいをしっかり使い切ってフルで使ってて完璧かなと思いましたね。で、ちょっと、これ俺こだわりポイント言っていいですか。言うの自分だけ。じゃあ一回、一回だけちょっとこの、なんかありましたよね。あ、梅崎シーク、これね、梅崎シーク、岡崎シーク、岡崎シーク、こういう、こういうとこもありますか。そう、俺最初これ気づいてた。あ、気づいたの。一番高かったね。いやー、よかった。いやー、嬉しい。いやー、まあ、嬉しいね。悔しいね。8-7-7だから。いや、めちゃめちゃいい勝負。まあ、かなり出世だったね。こんな僅差なくない今まで。いや、なかったっすね。確かに。だいたい、何かな。そうそうそう。とんでもない勝負になるか。得意じゃの多すぎやろ。いや、最近調子悪いの。一個ずつか。誰が気に入ったの。CM だなっていうのは翔也さんだった。あ、めっちゃ飲んだね。確かに最後ね、あったら、あれ入れないと思うと、確かにあれ含めの時間じゃないといけなかったなって言うけど、確かに、まあ、発想はあったけど。うわー、すごいよ。じゃあ何でしょう。あー、どれが一番良かったか。自分じゃないといけない。迷うなー。まあでも、シーンって言うなら、俺はトーマのつけつけも好きだったから、トップバッターでやっぱあの、パフォーマンスっていうのは、なかなかプレッシャーの中でできないでしょ。いや、プレッシャーいらんのよ。作ることいるから。言ってることもちゃんと会話になってて、時代に即してないけど、その頃みたいな早口なんだけど、ちゃんと入ってきて、なんからしさを出してるというか、面白いし、よかったかな。で、最後のあの、デキロとかみんな乗ってるの流れまでがやっぱ綺麗かなって思って、そう、まあ、虫っていうか、でもみんな大、うん、良かったね。すごい好きだな。最初白井くんかな。あ、マジで綺麗だった、本当に。物語、あの15秒の中でできるっていう。いや、嬉しい。じゃあ僕もね、なんかね、みんなに賞をあげてるんですけど、
やっぱなんか今時だなと思ったのは白井君から。うわぁ、これさ、もう白井君1位なのよ。表出的にね。はい、というわけで以上、クビスワーズでした。男梅クビ好きって人はチャンネル登録、男梅飴が好きな人は高評価押してください。じゃあねー、バイバイ。クビクビクビスワーズ、クビクビクビスワーズ。